ここは生徒たちの寮だ。そしてそれを監督する君の部屋は1階の一番奥にある。2階は主に貴族、1階は主に平民の生徒たちが使っている。学校においては身分による区別はしない方針なのだが、うるさい貴族もいてな。君も下手なことをしない方が身のためだ。節度ある生活を送ってくれ。先生と会わなくって、私はもっと戦術の勉強をしたいのにな。ちょっと先生と相談してみようかな。ああ、腹が減ったら言え。お前は殿下の恩人だ。うまい、頼みがある。学級対抗戦について聞きました。たとえ先生が相手でも負けはしま…堅苦しいですかなら、その好意に甘えて敬語はやめにしよう。
はあ、大樹の説は1年で一番昼寝に向いてるな。このまま課題も休んで。そうだよね。そういえば、助かった。あ、先生も植物を見に来たんですか？すごいですよね。王国では見たこともないような薬草や珍しい花がたくさん植えられているんです。僕の養父が詳しいんです。見分け方や調薬なんかも教えてもらいました。先生も気が向いた時に花を眺めてみるのがいいと思います。楽しいですよ。すみません、今忙しいので。困ります。温室で花でも見たらどうです？我を許したまえ、救いたまえ。私、用がないときは部屋から出ませんから。先生もそれでお願いしますね。ドロテアちゃん、ヒルダ、メルセデス、レア様もどえらい美女ときた。いやー、士官学校もいいもんですね、先生。右も左も美人揃いで。先生、ちょっと頼みが。私は師匠の一番弟子なんだ。先生にだって負けたくないと思ってるよ。教えを受けたのは短い間だったけどさ、それでも私の唯一の師匠だからね。お、やあ先生、学級対抗の模擬戦があるんだってな。一流の傭兵だったあんたが相手じゃ勝てる気がしないよ。お手柔らかに頼むぜ。ほら先生、もう学校には慣れました？私はまだ慣れません。勉強も訓練もめんどくさくて。
んにちは先生。ちょっと私と同じ色の髪の毛でしかめ面の暗い雰囲気のおじさん知りませんか？はい、ちょっと事情があって、もし見かけ、私は久々に帝国の皇家アドラステア帝国の結婚のことから、近年これを機に。先生、我々騎士団は主への奉仕の貴族指定の教育に協力するのも。いかがです？先生、お疲れ様です。選択後にやっぱりこっちにすればって思ったことでも、選択はやり直せないんですよね。あら、先生、私読み書きできます。しかし迷惑かけるです。何か用か？面白い。腹減ったな。め食堂。これ好きだったの？あなた私の子。いや、頼りになりますね。あら、そんな意味深なことを。お兄様しか家族がいないのに、お願いを聞いていただけるかしら。
ません。旧の旧長ディミトリもクロードも対抗戦では2学級を同時に相手ドローンなどと。学級対抗戦があるそうね。でも各生徒一人一人の特徴を知ったり課外授業や右も左もわからないって顔をしているわね。修道院内には士官学校の他にも皆が生活するための施設が揃っているの。食堂では私たち生徒と一緒に食事できるし、訓練場では1対1で稽古もできる。生徒や他の教師、働く人たちの話も聞けると思うから、大修道院に。先生は大修道掲示板には皆からの依頼が掲示されるし、依頼に応えることで使えるようになる施設もあったはずよ。掲示板の情報は頻繁に更新されるから、少なくとも毎節見るのを習慣にして。立ち話をするくらいならともかく、施設を使うとなると結構な時間がかかるわ。無計画に施設を使っているとあっという間に一日が終わってしまうわよ。この士官学校の教師は高い水準の指導力を求められるし、日々の研鑽も要求される。戦闘だけじゃない、あらゆる分野の知識を習得し成長しなければいけないらしいわ。先生って強そうだよな。実は次の担任はイエリッツァ先生かと思ってたんだよ。ほら、初っ端の野外活動で逃げちまった先生がいいんだろ。その代わりに格上げで。けど蓋を開けてみたら、あんたが突然教師になるって決まってて、イエリッツァ先生にはかなわねえけど、あんたになら勝てそうな気がしねえか。そっか、そうかもな。だけどいつか。何？悪いが、慣れ合いはこのまま。用がある、用がないなら。え？こんにちは先生。もう書庫にはいて、貴重な書物がたくさんあるんですよ。眠る時間も惜しいくらいです。読書が好きというか、少しでもねえ。いいかな。え、そういえば紋章はその力を強く発現させる大紋章と、少しだけ力の劣る小紋章に大別。一般的には紋章を持たない。どのように紋章が。
生、調子はどうです？今ならガルグマックの町に来り、修道院にずっといると。聞いてくれ。そうだ、先生にこの学級の名の由来を教えてあげよう。わしはアドラステア帝国の国章に描かれた総統のわしから、黒はかつての帝国の鎧の色から来ている。名はファーガス神聖王国初代国王の尊称から取られているんです。青き害意を翻す獅子王ルーグ様、多くの騎士道物語に活躍が描かれています。書庫にはいろいろな書物があるはずです。もちろん王国史や、ぜひ読んでみてください。この士官学校に来る前はね、オートで魔導の学校に通っていたの。アネットのことよ。アンとはそこで仲良くなって、ローレンツもいたんだったかしら。少し年上の私に、ここはヒルシュクラッセです。先生は別の学級を受け持たれたんですよね。ご縁がなかったのは残念でしたけど、機会があればご指導お願いしますね。我々の学級はヒルシュクラッセと呼ばれている。その由来を、金字架は昔からレスター地方を守護する聖獣とされているのだよ。学級の名にはそれぞれに由来がある。興味があるなら聞いて回るといい。王女に応じ次期名手が勢ぞろいとは、とんでもない年もあったもんだ。あんた教師なら気をつけるんだな。あの坊ちゃん嬢ちゃんたちに何かあれば、千年以上も続いてきたセイロス聖教会の威信を大きく損なうことになる。
当たり前だが、教団の顔ぶれも俺がいた頃とはかなり変わってるな。セテス、ハンネマン、マヌエラ、イエリッツァ、騎士団の連中も20年前にはいなかったやつばかりだ。そうだな。やはりジェラルト殿は20年経っても全く変わらんな。私などあの頃と比べて3倍くらいに。ああいや、なんでもない。なぜそんな話をと、トマシュ殿に聞かれたのだ。伝説の騎士団長の帰還ともなれば、誰でも気になるものなのだろうな。ええ、いきなり模擬戦なんて大変ね、先生。でも安心して、もし怪我をしちゃったら私がつきっきりで看病してあげる。やあ君、もう聞いているかね。学級対抗の模擬戦をやるそうだな。それはそれとして、君の紋章の研究がなかなか進まなくてね。君の肉を、いや血で構わない、数滴そこに垂らしていってくれ。そうだな。来ましたよ先生。何でもセイロス教のことをあまり知らないとか。書庫にはセイロスの教えや教団の歴史などを記した書物もあります。え、そういえばトマシュ殿はもう40年も前から大修道院の書庫番を務められてきたお方。一時はガルグマクを離れていたそうですが、昨年からまた復帰されたと聞いています。あの方ほど大修道院の書物に詳しい方はおられないでしょうね。あなたが生徒たちを見定めるとき、生徒たちもまたあなたを見定めています。良い関係を築けるよう努めてください。それに学級対抗戦での活躍も期待していますよ。
いよいよ模擬戦ね。いい機会だわ。先生、あなたが指揮を取ってくれる？私たちを教え導くに足るかどうか、先生の器を測らせてもらうわ。自信がありそうね。私たちもそれなりに訓練を積んできている。きっとあなたの采配にも応えられるわ。だから遠慮なんてせずに、あなたの全力を見せてくれる？やあ、お二人さん、作戦会議かい？俺たちも混ぜてくれよ。いいわよ。手土産にあなたたちの弱みを教えてくれるというならね。おやおや、弱みがなければ勝てないのか？随分と自信薄なんだな、皇女様は。勝つための努力を惜しまないだけよ。あなただって策を巡らしているくせに。策？ははは、一体何のことやら。俺たちは正々堂々戦うだけさ。クロード、お前の口から正々堂々と聞くと嫌な予感しかしないんだが。ほう、短い付き合いでもう俺のことが分かってきたのか。やるな、王子様。茶化すな。俺は正々堂々と戦う。だからといって勝ちを譲るつもりはないからな。それはこちらも同じよ。そうでしょ。よかった、先生がそう言うのならこちらも心置きなく戦える。あらあら、みんな揃っておしゃべりかしら。すっかり仲良くなったよね。君たちが親睦を深めるのは大変結構だが、そろそろ作戦会議の時間だ。もうそんな時間か。それじゃあ二人さん、また後でな。エーデルガルトも先生もあまり無茶をしないようにな。
いよいよ対抗戦よ、先生。思う存分采配を振るってくれる？分かってると思うが、他学級の奴らを残らず敗走させた学級が勝利だぞ。ちなみに俺は今回の模擬戦の指南役だ。勝ちたきゃ俺の言うことをよく聞いときな。行きますか。焦らず戦おう。私の力見せてあげる。舞台に上がるより緊張するわね。クロード、お前の浅知恵など必要ない。僕とイグナーツ組んで敵の出鼻をくじいてる。え、僕？やれやれ、向こうの先生を侮ってないか。油断すると痛い目に遭うと思うがな。アッシュ、お前は前線に向かえるか。敵を戦場の中央に釣り出したい。はい、やってみます、殿下。用意が整い次第攻勢に出る。出る、メルセデス。それまで足止めを頼む。は、お任せを。あらあら、頑張れるかしら。はっ、賞賛はあった。みんなで強くなろう。負けませんからね。これが私の力よ。私は強くなるわ。やられちゃいました。
やってくれるね先生。これは本気でかからないとな。この森を利用して敵を迎え撃つぞ。みんな援護してくれ。森で待ち構えられてんなら迂回するなりなんなり対策をした方がうまくいくぜ。学級と同時に戦おうってのか。へえ、大した自信だな。この状況こう来た見た。この経験は糧になる。消しておくのも悪くないわ。いいだろう、受けて立つ。そう来なくてはね。やっ、私は強くなるわ。修練が足りなかったか。情けない。
この程度で止まりはしません。皇女殿下自らお出ましとは、その顔を傷つけないよ。手を抜いてくれるなら助かるわ。どうせ勝つなら楽に勝ちたいもの。負けるとは欠片も思ってないわけだ。となると本気を出してみたくなるが、初めからそのつもりよね。道は遠い。行きますか。あらら、やられちまったか。これ以上無理をしたら私が医務室のお世話になっちゃうわ。これでいいだろう。マヌエラ君を退けたか。我が輩も心してかかるとしよう。
この程度で止まりはしません。行きますか。積んだ者の士気はさすがに違うな。我が輩が手も足も出なかったよ。加減すべきだったか。これは手本にならないな。よし、そこまでだ。今回の模擬戦の勝者はアドラークラッセだな。模擬戦とはいえ2学級を見事に下したわ。みんな、この勝利を誇りなさい。お疲れ様、先生。まあ当然の勝利だったわね。そうね、私たちの先生となるのだから、それくらいの態度でいてもらわなくては。先生、素晴らしいです。勝ちました。見事な采配、感謝します。ええ、個々人の頑張りもあったけれど、先生の指揮は優に及ばずですね。実力はどんなものかと思っていたが、なかなかやるじゃないか。エーデルガルト様の力あっての勝利だとは思いますがね。どうかな。この戦いにおいては彼女は兵、先生は将だったわけだ。強兵といえど、細けいことはいいんだよ、リンハルト。勝ったんだから素直に喜べって。私はもう戦場はいいですから。勝ち名乗りよりも引きこもりが好きです。相変わらずまとまりのない。でもこの勝利は私たちが団結した結果、皆の力が合わさったからこそ。何この空気。いえ、いいわ。どうせ私には団結とか皆の力とか似合わないというのでしょう。ならばこの後の祝勝会は中止で。冗談よ。ほらみんな、さっさと行くわ。見事な采配でしたね。ジェラルトの薫陶を受けただけはあります。この催しを通じて生徒たちと親睦を深められたのではありませんか。それは何よりです。これからの1年間、彼らに寄り添ってあげてください。
ちなみに今回の模擬戦は前哨戦に過ぎない。本番は飛竜の節に行われる呪術戦だ。伝統ある呪術戦に恥じぬ戦いができるよう生徒たちをきっちり鍛えてもらいたい。さて、今日あなたをここへ呼んだのは翌節の課題を伝えるためです。あなたたちの学級には盗賊の討伐を命じます。ガルグマク大修道院に所属する者には身分を問わず奉仕活動を義務付けている。無論生徒も例外ではない。節ごとに奉仕に代わる課題に取り組んでもらう。生徒と共に課題に取り組み、期日までに大司教へその成果を報告するように。盗賊討伐の件は追って司祭を伝える。一度にあれこれ伝えても覚えきれまい。あなたには特別な何かを感じます。期待していますよ。盗人か。わしとお主の出会いを思い出すの。次はあのような不覚を取るでないぞ。何を固まって。まさか驚いておるのか。わしはいつもお主と共におる。話しかけたくらいで驚くでないわ。くそ、何が貴族のガキどもを数人殺すだけだ。セイロス騎士団が追ってくるなんて話がちげえじゃねえかよ。貴様らが子孫じたからだ。つまらぬ陽動にかかりおって。それでも目的は果たせるかと思ったが。元騎士団長の子か。なかなかやる。てめえ聞いてんのか。だが傭兵を教師に任じるなどあの女の考えが読めぬな。一体無視してんじゃねえ。この始末どうつけて。死ね。なあ、もはや教団は容赦せぬ。貴様らは地獄へと旅立つことになろう。せいぜい道連れを増やすことだな。ま、間違いない。くそ。白雲の章、盾ごとの説、追回の風景。この説に生まれ、あるいは亡くなった聖人にちなみ、フォドラの人々は彼らが好んだとされる音楽を奏でる。盾ごとや笛、歌で思い思いに興じられるその響きたちは、タルティーンやグロンダーズの広大な野に種まく者の間を舞い踊る。
さて、すでに話があった通り、今節の課題は盗賊の討伐だ。騎乗で戦いを学ぶ生徒諸君にとって実戦を知る貴重な機会となるだろう。無論討伐は騎士団支援のもとで行う。戦況は彼らが整えておいてくれるはずだ。とはいえ、これは模擬戦ではない。相応の危険が伴うものと覚悟してくれ。騎士団からの連絡を待って出立する。それまで準備を怠らぬように。以上だ。前に盗賊と戦った時は先生に助けられたわ。今度は私が助けてあげられるかしら。敵の戦力は騎士団が把握し、戦場さえも整えてくれる。負ける理由を探す方が難しいけれど、出立までにやれることはやりましょう。よう、修道院での生活は慣れたか。おお、意外だな。傭兵時代は雇い主なんかとの交渉は全部俺がやっていたし、戦場以外じゃほとんど人との接触は避けちまってただろう。突然貴族のガキどもの中に放り込まれて教師をやるなんざ無茶だと思ってたが、心配はいらなかったようだな。そういや聞いたぞ、最初の課題盗賊の討伐だってな。お前にとっちゃ慣れたもんだろうが、ガキどもにしてみりゃ初めての実戦だ。教え子を死なせちゃ寝覚めが悪いだろう。油断せずうまく指揮してやれよ。俺も手伝ってやれればいいんだが、レア様にいろいろと押し付けられてな。あの人がお前に何をさせたいのかは俺の方でも探っておく。いいか、慣れるのはいいが気を許すんじゃねえぞ。
先生、あんたは師匠の年を知ってる。やめとけレオニー、俺自身忘れたって言ってんだ。こいつだってし。だけど普通自分の年を忘れたりします？お前も自分の年なんざ忘れちまえって。ああ、ああ先生か。今度学級は違っても生徒は生徒だろ。頼んだぞ。あ、先生。やめて。だけど。お前も。はあ。よう、頼みがあるんだが。聞いてくれるかね。ペトラ、故郷の料理は懐かしくない？気遣い無用です。そうね、
相手が何者であれ、命のやり取りが初めてという生徒もいるわ。心構えをさせておかなければね。私未経験に見えるかしら。大修道院での過ごし方や戦闘についてまだ何か聞き、先生が私たちを指導するように、あなたもハンネマン先生やマヌエラ先生に何か教わってみたら。私たちの所属学級は出身地によるけれど、あなたたち担任の得意分野も様々でしょ。だから生徒が強く希望して教師が許可した場合、他学級への転属も認められているの。修道院での様々な活動を通じて生徒と仲良くなれば、そういう話もできると思うわ。いいかな。
失礼だが。また来てくださいね。いらっしゃい。また来てくれよな。すまねえな、助かった。君も素晴らしい。本の海を泳ぎ、こんな途方も俺が剣ならじ。ここの蔵書を利用できるというだけ、ホドラ各地の本を読んでいると、それだけで旅に出たような気分です。それはそうですけど。あ、先生、本当はもっとせ、
今の帝国はエーギル家を中心とした。少し長くなるぞ。書き留める準備は。ではカスパルの父である軍務ベルナデ、そして私もエーデルガルトを上回る才覚で、私が帝国の舵取りをす。聖堂の隣には死聖人を祀る小聖聖インデハ聖マク聖セスリンですわ。君も教団の一員になったのだ。君に頼みがあるのだが。そういえば聖堂は静かでいいわよね。ここにいると気持ちが安らぐわ。ところで先生も女神様にお祈りをしに来たのかしら。あらあら、私もそうなのよ。先生、一緒にお祈りしましょう。そういえばフォドラの貴族たる者、敬虔なセイロス信徒た、先生も主に祈りを捧げに来たのか。曖昧だな。先生は平民なんだろう。本領発揮ですよ。ここで隠し味にこれ。
バルミラ、ダスカー、覚えておくといいわ、先生。そういや、先生、盗賊の討伐に行かされるって？いや、いきなり命のやり取りを。そういえば。誰かに似た何かよ。え？よくやってくれた。感謝する。そういえば。よく尋ねてき、何かわからないことや困ったことなどはありませんか？教義は信徒にとって道、私はここにいることが多いので。訓練で一汗かいたところだぜ。そういや、なんか変なもん拾ったんだ。まあ、汗を拭くのには役立つ。次の課題は盗賊退治なんだろ。ところで先生、1対1の勝負で大事なのは力だよな。俺もそう思うぞ。そういえば、あのイノシシ王子とは生まれた頃からの部屋だからこその忠告だ。武芸の腕と馬鹿力、お前もせっかくここに足を運ばれたのですし、先生、訓練後は馬の先生。先生、俺にはあまり近寄らん方がいい。ダスカー人とつるんでいるなどとは。対抗戦、本当に見事だった。俺もお前を見習って研鑽を積まねばな。よければ今度稽古に付き合ってくれ。改めて。よう、あんたらの課題は盗賊討伐だって。俺たちの平和な教団のお偉いさんたちがあんたの実力を試。
僕みたいな平民が士官学校に入学できたのは養父のロナート様のおかげなんです。厳しくも優しい騎士の鏡のような人で、僕もあんな大人になれたらと思っています。どうでしょうか。そうね、毎年実戦もあるとは知っていますが、いきなり当然例年とは異なる課題。大司教は毎年例年あんた、どこかで会ったか。いや、悪い。知り合いに似ていた。そういや、なんか変な…まあ、汗を拭くのに…そうですね…お料理当番…フォドラ、比べ暖かいです。先生、寒い、暑い、どちら苦手ですか？先生、仲間です。私、ブリギットでは。そうですね。今日のご飯、苦手なお野菜が入ってないと。あ、先生、好き嫌いなんてある。
カルディナという存在をご存知で？と言っても、すみません、おお先生、調子はどうだ？私はこれから任務に出るところでな。さて行ってまいる。この程度の任務、ちょちょいのちょいよ。何？暇そうだな。し合うか。どうした？ただどうした？君だ。もし何？聞きてば先生、大修道院。先生、いいかな？そうだな、暇だし町にでも行こうかな。でも疲れるし。先生、私に何か用ですか？いいんですか？お願いするわね。先生、聞いてくれる？この前ね、いい感じ。ところがその男、片付けできないよ。あなた、助かったわ。Thank you.
っしょい。こいつでいいかい？でいいかい？ありがとうよ。また来てくれよな。講義の進め方を聞いていないの？他の先生からの受け売りでよければ私が伝えるわ。講義を始める前にまず私たち全員の学習目標を確認してもらえるかしら。生徒は皆あなたの講義を受けながら自分の目標に関連するもの、目標に関連するものや得意分野を個別に指導すれば、でも学習目標に関係のない分野の指導が無意味だというわけで、苦手なものを克服することでその分野に興味を持つ生徒だっているでしょう。皆の目標はこの先学んでいくことや課題での経験などで変わっていくと思う。その際改めてどのような目標を立てるかあなたが相談に乗ってあげてくれるかしら。個別指導がうまくいくかどうかはその生徒のやる気に、生徒にやる気を出させるには先生の方からいろいろと交流してあげるといいと思うわ。しっかりと課題や活動に取り組めるよう皆のやる気に気を配ってもらえる。士官学校では生徒たちに修道院の内外で様々な活動をするよう推奨しているの。何人かで協力して作業するよう指示すれば生徒同士の交流は深まるし、先生は資格試験について知っている？毎節士官学校で行われているの。私たちは志望する兵士になるため学んでいるわけだけれど、その合格するにはその兵士になるための能力が十分に鍛えられていないといけない。資格試験に向けて計画的に皆の能力を伸ばしていってあげてちょうだいね。
貴殿の教えはためになりますな。貴殿の教え、僕を侮ってもらっては困る。うん、嬉しいものだね。貴族を侮ってもらっては、うん、おかげで成長できたわ。まだまだ学ぶべきことがあるわ。おかげで成長できた。一つ聞いてもいいかね。よく意味がわからない。先生も冒険が好きね。なぜ私たちをわざわざ組ませようとするのかしら。ほう、あなたは私が相手ではうまくいかないと思っているのかね。そうね、結果はともかく家庭は気性の合わない私たちがやった。実戦ともなれば、指揮の訓練も兼ねて、おのおの騎士団を配備して戦う必要があるの。傭兵だった先生に言うのもなんだけれど、兵の扱いがわからなければ聞いてくれる？
士団を雇ったら、まず誰に指揮させるか、つまり誰のもとに配備させるかを決めて。騎士団には武器を使う兵たち以外にも魔導士や修道士の兵団など様々あるわ。彼らの力を使って誰をどう補助するのか考えて騎士団を配備するべきね。騎士団を配備すれば戦闘中その騎士団が得意とする計略を実行できる。敵を攻撃する計略が成功すれば相手は大きく動揺するはずよ。計略を周囲の味方と連携して仕掛ければその効果はより大きく現れると思うわ。行きますか。焦らず戦おう。先生、奇襲、有利思います。引きこもっていたい人生だったのに。戦いの空気、苦手だ。フェルディナント・フォン・エーギル。私の力見せてあげる。おっしゃ、行くぜ。舞台に上がるより緊張するわね。賞賛はあった。
私、遅れ取りません。私たちも続きましょう。寝直してくるんだ。精霊、加護感謝します。私、よりさすがだ。私も負けてはいられん。
たか、俺の活躍。うふっ、情けない。私に挑んだのが間違いだったな。まだまだ止まらねえぜ。いい勝負ができたな。一歩前進。花にはトゲがあるのよ。これでいいだろう。これ。加減すべきだったか。
高貴なる者の力見たか。貴族にとっては当然の成長だ。戦果を上げられ。完璧だろ。次はもっと頑張ってやるぜ。なんかいつもより調子良かったな。感謝します。ご指導
弾けたものじゃないかもしれませんが、まあ全員で歌えば分かりませんよ。声を抑えないと悪目立ちしちゃいますよね。どのくらいがちょうどいいかな。よろしく頼みますよ。無理ですよ。無事に終わりましたとも。身についたものは裏切らない。戦場で学ぶことも多い。少しひらめいたことがある。どうかな、身についてきた。実戦で試してみねえとな。引きこもるにはいらない力ですけど。ちょっと見えてきたわ。一歩一歩前進するのみです。これで新たな道が開けた。この感触覚えておこう。最後まで飽きなきゃいいけど。私連達の息せっ。先生、ちょうどよかった。騎士
士団から連絡があって皆を集めたところよ。騎士団が盗賊どもを追い詰めたそうです。場所は赤き谷ザナドとのこと。よし腕が鳴るぜ。極悪非道な盗賊俺がやっつける。カスパル、突っ走るのはいいが皆を危険な目に遭わせないでくれよ。私帰る、帰ります。どうせ役立たずですし来たいのは嫌。大丈夫よベルちゃん、私たちでも無事に討伐できる程度の相手のはずよ。敵戦力の分析もなしに楽観はいけないよ。あくまで騎士団がそう思ってるだけさ。まあ実際のところはやってみなきゃわからないし。適当でいいか。適当で。適当いけません、真剣です。協力して課題全うする、しましょう。おしゃべりはそこまでよ。さ、先生、みんなに出発の合図を。また一からも。コワッパどもを引き連れての戦いか。コワッパが目の前で苦しむのも寝覚めが悪いの。時を巻き戻す力、お主にも使わせてやる。際限なく使いはせぬゆえ気をつけよ。
ここが赤き谷、何かの遺跡なのね。まあいいわ。先生、始めましょう。盗賊団は谷の奥へ追い込まれているはず。急所に噛みつかれないようにしなくてはね。くそ、騎士団の奴らか。こんなところまで追ってきやがって。お頭、もう逃げましょうよ。奴ら相手に勝てっこないですよ。バカ野郎、今さらどこへ逃げるってんだ。死ぬのが怖くて盗賊やってられるかよ。先生、西側に裏道があると聞いたわよね。西と正面二手に分かれてはどう。うまく進軍できれば敵を強撃できるわ。どうするかはあなたに任せるけれど、何にしろまずは橋を渡らないと。先生、奇襲有利思います。私の力見せてあげる。行きますか。舞台に上がるより緊張するわね。戦いの空気苦手だ。行くぜ。焦らず戦おう。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。引きこもっていたい人生だったのに。未だ道は長い。全力叩き込みますか。私、遅れ取りません。その調子だ。人、獣変わりません。沈める心、そして撃ちます。では満足できないな。やはり盗賊風情、名家たる私の敵ではないな。
この経験は糧になる。これは予想外ね。苦労様でした。経験はいくらある？エーデル。私の力見せてあげる。少し心がいい。この宝は俺たちが手に入れたもんだ。動きを戻すぞ。
間違いだったな。また強くなっ。情けない。予算はあった。一歩前。この戦い。この策にかける。
しない方がいいかな。思います。まだまだ止まらねえぜ。限らないよ。成長を実感、
夫ねえか。いや、まだいける。手段じゃなくガキをぶつけてくるた、舐められたもんだな。中と手を組んでやがったとはな。ぶっ殺してやる。生意気なガキどもと一緒にな。はっ、あんな奴の口車に乗ったが間違いだった。お疲れ様。同じ相手に負けるはずもなく、それにしてもこの谷奇妙ね。
町に懐かしさを覚えるのは何故かの。着物小さいやつじゃの。わしが話しかけるたびに驚いておるではないか。まったく、戦いが終わったからといって気を抜きすぎではないか。まあよい、今はそれよりもこの谷じゃ。わしの知る限りお主がここを訪れたことはないがの。おかしなこともあるものじゃの。もしやわしの記憶がお主に。やはりわからぬな。名前以外のことはさっぱり思い出せぬ。ただ懐かしさの中に多くの感情がよみがえる。喜び、悲しみ。もしわしがここにいたというのなら、わしは。先生、こんなところにいたのね。そろそろ大修道院に戻りましょう。行かねばならぬな。ま、いずれ思い出すこともあろう。さて、お主には感謝せねばなるまい。知らぬわ。ただそうせねばならぬ気がしただけじゃ。それはともかく、お主そろそろわしが話すのに慣れよ。その度に驚いて転ばれても困るわ。何、転んでおらぬと？そのようなこと分かっておる。先生、帰り際に赤き谷を眺めていたけれど、やっぱりあなたも不思議に思った。そうよね、あなたなら私と同じように感じると思ったの。あの谷には多くの遺跡があったけれど、いずれもが奇妙なものだった。帝国のいずれの時代の文化とも違う建築様式で作られていたわ。もちろん王国や同盟領の独自の文化とも異なる。つまり谷は帝国成立以前の、気が遠くなるほど太古に存在し。先生はあの谷に一体何が住んでいる。人間ではないかもしれないわね。そして彼らの残滓はこの世界に未だ影響を与えているのかもしれない。無事盗賊を討伐できたようですね。彼らの魂が救われることを祈ります。しかし彼らがなぜ生徒たちを狙ったのか、背後にあるものを調べねばなりません。あなたは生徒たちが無用な心配をしなくて済むように支えとなってあげてください。ええ、あなたには期待していますからね。ところでザナドの様子はどうでしたか。あの谷は太古の昔、女神が降臨された地であるという伝承があるのですよ。天上におられる女神にとって地上での仮の住まいがザナドだった。かつて聖者セイロスは天上の女神より神ごとを賜り、迷える人々を導きました。女神は常に天上に住まい、フォドラを見守っていてくださるのです。ですが古の時代、女神は自ら地上に降り立ち人々を救済したといいます。全ての聖ある者の母として、全ての心ある者の支えとして。そうですか。教鞭を取るうちにあなたがセイロス教の敬虔な信徒となってくれることを願います。
大司教、少しよろしいですか。盗賊。わかりました。話の続き。女神とな。当たり前じゃが、わしは会うた記憶はないの。しかしどうにも気になる。知っておるような、おらぬような。ひょっとしたらわしは女神と共にザナドに住んでおったの。そうすると今のわしは何なのじゃ。幽霊なぞのわけがあろうか、わしは死んでなどおらぬ。こうしてお主と共にあるではないか。それとも何じゃ。わしは心残りのせいで天に登れず、お主について地上を。わしがそのように虚しい存在のはずはない。わしは。白雲の章、果敢の説、夢中の反乱。アドラステアの南の海から暖かい風が吹きつけるようになると、ポドラの人々は雨季の到来を知る。激しい雨に打たれて傷んでしまう前に、娘たちは急いで白いバラで果敢を編み、思い人や親しい間柄の者に贈るのである。あなたの学級にまたお願いしたいことができました。実はロナート卿が我ら聖教会に対して兵を挙げたとの知らせが入ってな。ロナート卿は王国の少領主です。かねてから教団に敵意を示していました。すでにセイロス騎士団の先遣隊が彼の本拠ガスパール城に向かっている。ロナート卿の兵力はわずかなものだ。すぐに鎮圧されるだろう。あなたたちはゴズメの騎士と共に事後処理を手伝ってもらえますか。とはいえ戦場では何が起こるかわからない。万一のため装備は整えておくことだ。失礼します。レア様、私をお呼びだとか。彼女が同行する騎士を率いるカトリーヌです。よろしくな。あんたの噂は聞いてるよ。彼女はセイロス騎士団屈指の勇士ですが、他の騎士たちも精鋭がこの課題で主に刃を向ける愚かしさを。
外に出てるのは疲れるな。明日は、あれ？なんか寒気が。今日は随分と。寝たー！お？それは私に。ええ。な最近夜中に奇妙な笑いが。やはり貴殿。それで針につベルナデッタ殿、針を持ったままそのようなまさか、はあ、you